よろしくお願いします。お願いします。朝って一番最初にどんなことをするんですか？はい、朝礼が終わった後は、セクション周りの仕事を掃除をして、で金庫に入っているお金を数えて、まあ、朝一、11時からお客様がいらっしゃるので、朝一のお客様をお出迎えする準備を考えています。幼少期は、とにかく活発で、髪の毛も小学生の頃と結構短くて、男の子によく間違われるような感じの子で、なんか長所社交的みたいな明るい子だったと思うんですけど、なんかその反面、学年の誰よりも一番早く登校したいみたいな、なんか謎のストイックさを持ってなんかちょっとまだ暗い時間帯に一人で家を出て20分ぐらいかけて学校に行って、誰もいない教室でオルガンとか弾いてる、ちょっとなんか変な一面もあった小学生時代でした。キンキンで言うと、去年とかは自分のジュエリーのブランドと、まあ、あとは知り合いのアパレル系のブランドのお手伝いとかをちょこちょこ、その前は、前の、また美容室のレセプションを6年ぐらいしてました。私髪の毛も結構短くてメンズっぽいなんか雰囲気なんですけど、まあ、なんか女性らしさの中にメンズっぽさみたいな感じよりは、メンズっぽさの中に女性らしさが欲しいなっていう感覚で洋服をいつも決めてて、もちろんカジュアルになりすぎず適度にモードな雰囲気は欲しいんですけど、メンズっぽいお洋服着て、その中にちょっと胸元が開いてたりとか、その中に女性らしさを入れたようなスタイリングをいつもしている感じです。ジュエリーの部分で言うと、まあ、なんかアートとか、あとその美術館に行ったりとか、あと建築、はい、建築物もすごい好きなので、そういうものを見たりとか、もちろん見に行くこともあれば、なんかその画像とか検索して見て落とし込む時もあるし、あとはなんか、まあ、そのアートにつながるんですけど、なんかそのオブジェみたいな、なんか陶器でできたオブジェとか、そういうものからインスピレーションを受けてこう形にしていくみたいなこともあるんですけど、まあ、なんか例えばそれがインスタグラムの運用とかそういうのになってくると、別のインスタグラムの人のこう雰囲気とかを見て、まあ、一人だけじゃなくて何個かこういいなって思うものがあって、それのこう掛け合わせたものを自分のインスタグラムに落とし込んで、まあ、色味とか雰囲気を作っていくっていう感じでやってますね。建築とか見てる時と、あとはなんか結構手を動かして物を作ってる時に、あ、これこうした方がいいかもみたいな感じで、全然最初に作ろうとしたものじゃないものが出来上がるみたいなこととかはありますね。全然関係ないことをしてる時に、あ、これいいかもって思い浮かぶっていうよりは、なんかやっぱり何かを見てる時とかに、これをこういう風にしたらああなって、あ、あれ面白いかもみたいな感じのことが多いですね。内面的なことで言うと、すごく自分に似てるなっていう人が多いかもしれないですね。で、今週1ぐらいで会ってるすごく仲いい女性の方がいるんですけど、その方もジュエリーを自分でブランドされてて、私よりも全然早くブランドを立ち上げて、でその方との出会いは、私がお客さんとしてそのブランドのジュエリーを買ってたんですよ。あ、お客さんで。そうです。で、なんかその時はまだこうあんまりみんながつけてないジュエリーをつけたいっていうので、こう探して探してたどり着いて、でそこのデザインが好きで何回か買ううちにポップアップがあるってことで、
そのデザイナーさんに会いに行って、そこで意気投合して、そこから仲良くなって、今週一で会うぐらいすごく仲いいっていう方なんですけど、まあ、なんか内面的な部分もすごく似てて、物事に対するこう感じ方みたいなところがすごく似てて、なんか A という物事があったとして、それをこういうふうに嫌だと思ったみたいなところまで似てるんですよ。単純に嫌だと思ったっていうよりは、ここが嫌だったとか、ここが良かったみたいな部分のところまですごく共感できるなっていうので、まあ、すごく一緒にいて居心地がいいので、週に1回会ってて毎日連絡取るぐらい一緒にいますね。撮りました？撮ってないです。これ私の大事な仕事道具です。めっちゃ大事な仕事道具でした。じゃあ帰ります。行きます。お疲れ様です。お疲れ様です。今からジュエリーを普段作ってるアトリエに向かってます。サロンの営業が終わった日と、あと自分のサロンのお休みの日にの時間使ってアトリエで作業をしてます。ブランドの名前は、イライトっていう名前なんですけど、イライトは私の名前ユカって言うんですけど、下の名前がで、ゆかの湯の字が人偏に右で湯なんですよ。で、自分のその感じがすごく好きで、で、なんか結婚すると名字って変わると思うんですけど、下の名前って変わらないじゃないですか。で、まあ、なんか変わらないけど好きみたいな、そういう意味も込めて、自分の漢字、人偏に右を、人偏を意と呼んで、右を英語でライトにして、イライトっていう名前にしました。今日は今オーダーいただいている分があるので、それの仕上げをしたいと思っております。アトリエはこの建物の3階です。駅からすぐ近くです。行きます。お疲れ様です。ありがとうございました。難しいです。いやー、もう本当に空いた時間を見つけて、こうなんとか両立させていってるっていう感じで、もちろんお休みの日とか、あと家に帰ってからとか、そういう空いた時間で、そのサロンに立ってない時間を結局使ってジュエリーを作っていかないといけないので、その時間をなんとか有効活用しながら、まあ、新しいものを作ったり、まあ、ありがたいことにサロンとかでもオーダーをいただいたものがあるので、それをこう期日までに作ってるっていう感じなので、まあ、ちょっと自分のお休みの時間を削ってやってるっていう感じです。なんか結構私不安になりやすい性格で、そうなんですよ、なんかすごく気にしいな内面があって不安になりやすいんですよ。でもなんかまあ人前でもちろんそれは出さないんですけど、一人になった時とかに勝手に想像して、勝手になんか不安になって、勝手に落ち込んでいくみたいな、なんか負のループみたいなのに陥りやすい時に、なんかまあある人に出会った時に、その人に、まあ、なんか自分が不安になっていることを見抜かれて、でなんかその時に今に戻って今を生きなさいみたいなことを言われたんですよ。それってすごく大事なことで、今日をなんか生きてて、なんかじゃあ甘いものを食べたいなって思った時に、甘いものを食べれたとしたら、その自分を褒めてあげるぐらいの、なんかそういう小さな幸せを感じながら来た方が楽しいよみたいなことを言われた時に、まあ、なんか本当に心が楽になったというか、
なんか無駄な不安を抱いて生きてたなっていうのをすごい感じて、なんか次の日からすごい楽しいなってそう思うようになった時に、また別の人に全く同じこと言われたんですよ。まあなんか人生論みたいなのって人それぞれあると思うんですけど、その人はなんか人生なんて決まってるから、なんか暗く生きようが楽しく生きようが変わんないから、だったら楽しく生きた方が良くないみたいな感じで言われてから、なんかすごい道が開けたというか、なんかそんな変わることではないけど、一つ一つの物事に対する考え方とか受け取り方とかが自分の中ですごい変わったなっていうのを感じた出来事で、なんかそれは今でも心がけるようにはしてますね。私小さい頃から動物がすごい好きで、ワンちゃんとか猫ちゃんとかもちろん、あのハムスターとかもすごい好きで、家ではハムスターとカメとか小動物ぐらいは飼えたんですけど、ワンちゃん猫ちゃんは実家マンションで飼えなかったんですよ。でもどうしても犬の散歩したいみたいな、どうしようって考えた時に、傘を犬に見立てて、なんか一人で登下校中とかになんか引っ張られる気持ちとかしながら一人で傘を散歩したっていうことがすごい恥ずかしいエピソードとして、ちょっとあんま公には言えないんですけど、誰にも見せてないし、一人でいる時にやった小さな秘密で、傘を散歩したっていうことがあります。傘やから、レモンは、あ、出しますか。ビールなんです。